はい。それでは S2 戦見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずはフロントバンパーですね。右前、綺麗な状態ですね。まあ、うっすらこう塗装のひび割れっぽいのが、まあ、どうだと映らないかもしれないですかね。まあ、多少あるかなっていうぐらいで、リップ周りもね、綺麗ですね。こんな感じになっています。で、エンブレム周辺も綺麗な状態でして、左前の方も、まあちっちゃい飛び石傷も、これもちょっと動画だと映らないかもしれないですけど、本当そんなのがあるレベル、ぐらいですかね。こんな感じで綺麗ですね。で、ヘッドライトも左右ともクリアで綺麗な状態。続いてボンネットです。凹んでるところは特にね、見当たらないですね。で、まあ、色あせもなく、ツヤもあって綺麗なボンネットでして、ここちょっと傷がついてますね。こんな感じのボンネットになっております。続いて左側面見ていきます。まずフロントフェンダーですけれども、まあ、ちっちゃい飛び石傷がちょこっとあるかなという感じで、全体的にはかなり綺麗ですね。そして左フロントのホイール。瓦礫傷の方は特に見当たらず綺麗なホイールになっております。で、タイヤ S007A が装着されてまして、溝もね、たっぷりと残ってますね。で、ドアミラーはちっちゃい飛び石傷が少しあるかなっていう感じです。で、助手席側のドア、綺麗な状態ですね。サイドステップ周りも含めて綺麗な感じになってまして、リアフェンダーはこういう飛び石傷がありますね。あ、この辺りもちょこちょこっとある感じですかね。こんな感じですね。で、左リアのホイールですけれども、ここちょっと瓦礫傷がついてます。そこ以外は特に見当たらない感じですね。で、リアタイヤの方もまだね、溝はたっぷりと残ってる感じです。続いて、左側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですかね。続いて、リアバンパー。無限マフラーですね。リアバンパーの方ね、綺麗ですね。こんな感じです。で、右後ろの方も、綺麗な状態かな。ここちょっとだけタッチアップしてる感じですかね。で、トランクも綺麗な感じでして、凹んでるところもなさそうですね。で、このリアウィングの方も色褪せなく綺麗な感じです。で、トランク上面なんですけども、ここですね。これ樹脂パースになるので、ここだけちょっとね、色褪せちゃってますかね。まあ、ここだけね、部品出るので変えてもいいかもしれないですし、まあ結構ね、欠品になってる時なんかもあるんで、まあここだけ塗っても大した金額ではないので、まあ気になるようでしたね。そこだけ塗るっていうのもありかと思います。続いて右側面です。少し飛び石傷がちょこ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 っとついてますかね。で、右リアのホイール。ここが瓦礫傷があって、大きいのはここですね。あとはスポーク部分に、このあたりとか、まあ、このあたりとか、ちょっとあるかなという感じです。続いて、運転席のドアですけども、まあ、サイドステップ周り含めて、特に気になるようなところはなさそうですね。ドアミラーも、綺麗な感じかな。あ、薄い線傷がちょっとだけありますね。で、右フロントのフェンダーは、ここ、傷がちょこちょこちょこっとついてます。そこ以外は特になさそうかな。まあ、こういう飛び石傷がちっちゃいのがね、少しあるかなといったぐらいですね。で、右フロントのホイール。ここに少し瓦礫傷があって、ここもそうですね。あとは、スポーク、ここに少し傷がついてますね。こんな感じになっております。で、右側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。続いてホロです。
まず右側ですね。切れ破れは特に見当たらないですね。続いて左側、こちらの方も特に見当たれない感じで、まあ、綺麗ですね。では続いて内装を見ていきます。運転席のドアトリムから見ていきます。うっすら白い線傷がついてますね。こんな感じですね。まあ、綺麗なドアトリムです。で、スカッフプレート周りも綺麗な感じになりまして、フロアマットはね、ちょっとこうね、この辺、ほつれが出始めてきているような感じですね。で、純正オプションのね、レザーシートなんですけども、まあ、このあたりのすれはね、どうしてもやっぱりちょっと出てきちゃってますかね。座面の方はね、まだ弾力性もあるんですけど、まあ、このあたりなんかはちょっとこうね、ひびっぽいのが出始めてきてる感じです。助手席側、こんな感じですね。まあ、このあたりとかなんかは少し字の色が出てきてるかなという感じですかね。で、あとこのあたりですね、ちょっとそのね、この剥がれがあるんですけど、これ大体ね、シートベルトがガラガラガラってやってなっちゃったりとかするんですよね。このあたり、鳥の傷なんかも、大体シートベルトですね。はい。続いてステアリングです。ステアリングはですね、ちょっとこう、すれが多く見受けられる感じですね。左の方は特になさそうな感じです。で、ダッシュボード上ですね。目立つようななんか汚れ、傷、塗り跡なんかはなさそうです。で、オーディオは、まあ、ちょっと古いタイプの CD デッキですかね、ついてますね。で、シフトノブは、まあ、多少の擦れがあるかなというぐらいな感じで、ブーツは奥の方見るとちょっとね、擦れてるとこありますね。こんな感じですね。まあ、このあたりは綺麗ですね。で、エアコンダイヤルのひび割れは特になさそうですかね。はい。では、エンジンをかけてみたいと思います。はい。エンジンかけてみました。無限枕入ってるんでね、なかなかいい音しますね。なんかすごいね、力強い感じの吹き上がりですね。で、レーダー探知機、まあ、今 GPS 探知中ですかね。で、ドラレコが、これは、なんか画面がついてないので、もしかしたらドラレコはちょっと使えないのかもしれないですかね。あとですね、この線が何だろうって いう感じですけど、もしかしたらなんかここにナビのモニターみたいななんか置いてたのかもしれないですね。なんかそんなような感じの配線です。はい。では続いて、トランク見ていきます。トランクとリム類は結構綺麗ですね。特に欠品してるところもないですね。で、まあ、ここちょっとシミっぽいのがあったりとか、ここが削れてたりとかっていうのが少し出てるかなと。車載工具も揃っております。続いて、助手席側です。助手席のドアトリム。これはなんだ？なんかちょっと白いのがついてますね。この辺りは綺麗ですね。助手席のフロアマットはまだ綺麗な状態かなと。こんな感じですね。はい。では続いてエンジンルーム見ていきたいと思います。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。まずベルト周りからですね。まあ、特に変な音はね、していない感じです。で、エンジンの方もこんな感じで、特に変な音はしてないですね。まあ、ただヘッドカバーのこの結晶塗装がね、少しずつこう剥がれてきてるというところは、ちょっとね、経年劣化を感じるところかなというところです。で、エンジンルーム内は、まあまあ、綺麗な状態ですね。バッテリー下の変なサビなんかもないですし、まあこういうね、金具類はどうしてもちょっとね、サビは出ちゃいますけども。綺麗なエンジンルームかと思います。はい。じゃあ、続いて試乗してみたいと思います。
はい、それでは S2000 タイプ S ですね、試乗してみたいと思います。走行距離が 85,900 キロですね。すごい無限マフラーのパワー感がすごいですね。で、まずクラッチなんですけれども、これまだね、多分変えてないですね。ペダルの重さからしても、変えてないですし、あとレディーズベアリングガイドっていう、こうクラッチ切った時にちょっとこう動いてるところがあるんですけども、まあそこにちょっとね、少し渋みを感じて、例えば朝一発目でペダル踏んだ時なんかは、少しちょっとね、ペダル踏んだ時にギーっていう違和感を、感じると思うんですね。まあ、今日も最初に踏んだ時はそれがあったので、まあそこなんかはね、レディーズベアリングガイドがこうね、ちょっと動きが渋くなってきてるような感じで、別にクラッチが繋がらないってことはないんですけども、踏んだ時にこうね、足にちょっとしたこう、ペダルのこのギギギギっていうこう、違和感を感じるので、まああんま気持ちよくはないですね。今なんかはもう全然何もないです。まあ、こうやって動いてるので、ちょっと動いてない時期があると、どうしてもその動き始めの時でこう、固着してる部分があってちょっとねこう違和感を感じるんですけど、まあ、今は普通ですね。まあでもまあ距離も距離なんでね、もう少ししたらクラッチ交換含めてそこら辺のレディーズベアリングガイドなんかもね、交換してくといいんじゃないかなと思いますね。で、まあ無限マフラーが装着されてるぐらいで、他は特にね、変わってないかなという感じなんですけども、まあ無限マフラーはですね、ほんとね、パワー感が全然変わって、トルクもすごい出ますし、まあ何よりもね、音が非常にいいので、まあついつい踏みたくなってしまうような感じですね。で、シートの方は純正オプションのレザーシートなので、まあちょっとね、硬くなってきてるかなっていう感じはありますけど、まだね、座り心地はいいですね。で、こう踏んだ時のこのトルク感が、明らかに純正とは違いますね。で、ミッションの入りなんかはしっかりした、フィーリングです。で、まあ、特にガタガタ音もないですし、何か変な振動が出てるとか、ガタが出てるといった感じもなさそうですね。で、エアコンも今ですねつけてまして、涼しい風も出てきてるような感じです。ミッションオイルも今温まってきて、入りもしなやかになってきました。まあ特に何か今走らせててメカニカル的にこう不具合を抱えてそうというような感じはなさそうですかね、うん、とても力強く楽しく走れそうかなといった感じです。はい、以上タイプS試乗インプレッションでした。HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。